やってみんとわからんもんやな。どうやらここがイカルガであることは間違いなさそうね。だ、人も建物も確かに存在しているのに、まるで作り物のような違和感。何かが違う。なぜなの？ほう、興味深いな。誰？かすかに青の反応を感じたので来てみれば。なるほど、こういうことだったか。あなたはまさか統制機構の、いえ、元第七機関のレリウス・クローバー博士？あ、いいえ、以前の私を知っている。私もあなたを知っていた。やはり優秀だな、ライチ・フェイリン。お前の中にあるその違和感は一つの確信に近い。また私の元で働かせるのも悪くはないが。何？頭の中に何かが流れ込んで。なるほど、その生物を通して教会から事故を取り込んでいるのか。面白くはあるが無謀だな。ラオチュが？だがまだ混ざりが薄すぎる。今のままでは真理に到達することなど到底叶うまい。そう、そうだわ。あなたがロイを、アラクネを操って。レリウス・クローバー、彼はどこにいるの？マーソ流動体か。今のお前では何を探そうと無駄なあがきだ。その体も教会からの膨大な情報量には耐えられず、すぐに限界を迎えるだろう。え？どの程度で壊れるか興味は尽きないが、今は見なければならないものが他にもある。せいぜい次に会う時まで維持しておけ。ま、待って！レディウス・クローバー、彼は一体何を知っているの？止まれ！貴様、六英雄の一人、白面だな。第七機関の赤鬼、化け猫の差し金か。やはり私のことを知っているようだな。暗黒大戦後、お前は教会に封印されたはず。過去の英雄がなぜこの時代に姿を現した？貴様はすでに答えを知り得ているはず。何故と。その言いようからして、あの不可思議な記録は本物のようだな。私がお前を教会からサルベージしたという記録が教会の中に作ったバックアップに残っていた。だが私にはお前をどうこうした記憶はない。白面、速やかに私のラボへ来てもらうぞ。これが一体どういうことなのか、お前本体のデータを調べれば解明できるかもしれない。断る。どうやら貴様もこの世界に惑わされた者の一人のようだな。だが貴様の知的好奇心などに付き合っている暇はない。道を求めるのならば自力で見つけろ。
それができないのならば、余計な気は起こさずに、おとなしく研究所に引きこもっていることだな。言いたいことはそれだけか。まったく長々と講釈を垂れ寄って。テイガ、奴を捕獲しろ。俺じゃ荷が重い。そうだ。あいにくとこれが私の仕事でな。悪く思うなよ。傀儡風情が。しからば、ここで切り捨てられる覚悟もできていような。そこをどけ、赤鬼。ぜや。貴様を連行しろというのが、九重からの命令だ。行かせるわけにはいかん。これ以上手荒な真似をしたくはない。抵抗せず、わ。愚かな。赤鬼よ。何？過去を失い、人の身を失い。再び記憶を塗り替えられ、偽りの世を誠と信じて、下される命令のままに生きる。それは、鬼ではなく人形だ。傀儡の生を良しとするならば構わぬ。だが、いつまでも知らぬままではいられぬぞ。貴様が知らずとも、関わった者は、そうとは限らぬ。次に立ちはだかれば斬る。邪魔をするな、化け猫。私の過去、テイガーとなる前の私を知っている者がいるのだろうか。またパンパースやん。ここは今までとは違う。誰の意識から生まれたわけでもない。この感じは教会？でも、それとも少し違う。ここはどこ？どこかで見たことがあるような。やはり現れましたか、女の子。こんなところに。私はエス、この場所の門の守護者。門？そうだ、これどこかで覚えが。でもどこで。頭の中がはっきりしない。あなたは一度ここに訪れています。そして門を見てしまった。あの、この門は一体何なんですか。あなたに教えることはできません。あなたが門を理解することがあってはいけませんから。門を理解する。そもそもあなたがこの門を認識してしまったから、世界のバランスが崩れてしまった。あなたの描いた世界のみならず、すべての世界が危機にさらされているのは、紛れもなく、あなたのせいです。世界が
危機に。私のせいって、おそらくあなたにはわからないことでしょう。理解するにはあなたは欠けているから。でもだからといってあなたという危険を放置することはできません。あなたを排除します。あなたも私を危険だと、私のせいだと言うんですね。あなたに事情があって私を排除しなければならないのなら、私は私の理由であなたに抵抗しなければならない。そうしなければならないと思うから。対象の殲滅を開始します。はあ、その力、さすがは神殺しの。不完全なようですね。あなたはここに来てはいけなかった。ここを知ってはいけなかった。あなたがあなたであるために、あなたが人であるために。何のこと。ここから先は認識されてはならない領域です。ここで消えるか、さもなければ去ってください。何も見ないうちに。え、あなたには帰るべき場所があるはずです。帰るべきです。帰る道が残されているのだから。あなた、さようなら。落ちて行く。もう二度とあなたに会わないことを願います。待って、あなた。さっき私誠に剣を向けた。もちろん殺そうなんて思ったわけじゃないけど、でも確かに倒すつもりで。ジンニー様のため、私の夢を叶えるため、そのためなら何だってできると思っていたけれど、友達を倒そうとするなんて、こんなことが自分にできるなんて思ってもみなかった。私どうかしてしまったんじゃないかしら。それにこのデジャブ、私は前にも誠と。何なのこの記憶は。こんなこと知らない。夢で見たわけでもない。なのに頭の中に浮かんで離れない。こんなことが私の望んでいることなの。友達と争ってまで手に入れた夢って、本当に私の願いを叶えたってことになるのかしら。私の夢、ジンニー様のおそばにお仕えする未来、ジンニー様が皆を導く、その隣にいられたらって。でもそれが叶えば他はどうでもいいの。誠やノエルは、他の友達は。私の願いって何。本当に私に必要なものって、夢だとか、それを叶える方法だとか、そういうものなの。分からなくなってきた。自分で自分の気持ちが。アヤンス、バインバインヤンス。いや、あっ、にゃっ、びっくりしたにゃ。あなたは。タオはカカ族の勇敢な戦士、タオカカにゃ。それよりお姉さん、
さっきから頭抱えて一人でブツブツ言ってたニャスけど、どか悪いニャスか？タオココさん、あ、いえ、ご心配いただいてありがとうございます。でも大丈夫ですから。じゃあお腹空いてるニャス？え、ああ、いえ、お腹も別に空いてはいないわ。ただちょっと考え事をしていたの。ふーん、難しい考え事してたんやすに。こんな難しい顔してたんや。そうだったかしら。そうかもしれないわね。この子がすぐ近くまで来ていたのに気づかないくらい考え事に夢中だったなんて。しっかりしないと。どんな状況下でも私は統制機構の英士なんだから。モニー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 。おお、さあ。で、ああ、な、何するの？父の大きさを確認してたにゃ。ふ？な、父？あなた、恥ずかしげもなくよくそんなことを。ふにふにでふかふかで、父はとっても気持ちいいにゃ。でもタオはもっとバインバインのでかい父が好きにゃ。お姉さんはもっと父をでっかくした方がいいニャス。今だと、普通ニャスね。普通の人ニャス。よ、余計なお世話です。ところで、あなたはこんなところで何をしていたの？この辺りに住んでいるのかしら？ここはタオの村じゃないニャス。タオは悪いやつを探しているニャス。悪いやつ？クンクン、クンクン。どこからか悪い匂いがするのね。タオはトガオイニャスから悪いやつを懲らしめてやらないといけない。トガオイ？あなたが？そうニャス。タオは正義のトガオイで勇敢なるカカ族の戦士ニャス。だから正義、あなたは正義のために。うにゅん、違うニャス。正義のためにじゃなくて村のみんなのためにニャス。そのためにもこの悪い匂いの元を見つけるのニャス。それじゃ普通の人、タオは先を急ぐニャスから。お腹が空いてるならいい人を見つけておごってもらうといいニャス。いい人、いい人、タオはいい人と一緒にこの町に来たような、そうじゃなかったよ。どうかしたの？もうわかんないニャス。とにかくバイバイニャー。え、あ、ちょっと、みんなのために戦うって言っていた正義のトガオイなんだって。それに比べて私は誰のために戦いたいの？私の正義は何？友達に剣を向けて自分の理想の世界を求めること。そう、それも確かに私ではあるんだわ。だけど別の道だって、別の夢だってあるかもしれない。冥王イザナミ、そして青、それらが私にとってどんなものなのか、何が正義で何が悪なのか見極めなくては。それが分かった時、この奇妙な記憶の答えも見つけられる気がする。さっき一瞬寝てたってググって言っとった、ごめん。あった来た、アズニャ。レリウスめ、あの者を導くつもりか。戯れが過ぎるな。ラグナ・ザ・ブラッドエッジ、兄様、見せてもらおうか。資格を持たぬそなたがこのエンブリオで何をなすのか。それにしてもこの不条理も、そなたの見る夢の一節か、偽りの神。
アマテラスよ。これは頂上だ。檻を破る手間が省けた上、いきなりこんな大物が引っかかるとは。なるほど。次元牢とエンブリオは同種の次元をさまよう空間。しかしエンブリオの境界を素手で引き裂くとは、聞いていた通りデタラメな男だ。狂犬アズラエル。これはこれは、偶然にも目の前に現れたかの冥王イザナミがまさか俺を知っているとは。ざれ言を申すな。目的は最初から世であろう。この場に現れたのも偶然ではあるまい。さすがは神。何でもお見通しというわけか。確かにこの俺の目当ては貴様だ、冥王イザナミ。さあ、神の力とやらを俺に味わわせてくれ。ほう、この冥王の力が知りたいと申すか。ならばそっちにも等しく死をくれてやる。来い、神よ。お、アズラエルや。やっ、どの線やったっけ。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. すいません、ちょっと、弱点つける。デタラメに威力つたけー。ギャラクティカフォントスが破れた。理解できたか。そうだ、ソチに世を殺すことはできん。ソチの異名、確か死を運ぶものと言ったか。だが世は死そのものだ。世に死を与えることはできん。なんか俺前作で練習しようとき、超筆失敗してちゃぶ台返ししよったよ、ね、なるほど、覚えとろ。確かに俺が過去に食らってきた神の成り損ないどもとは別物だ、冥王。貴様は勘違いをしているようだな。俺が欲するのは勝利ではない、果てしなき闘争だ。史上の戦いのみが俺の上を満たしてくれる。その点で
生を感じぬ貴様はどうにも味気ない。血湧き肉躍る闘争は貴様では得られそうにない。ふん、青でも勝利でもなく、あくまで敵を欲するか、それがそちの夢か。狂犬よ、面白い、気に入ったぞ。アズラエル、世と契約を結べ。他の資格者を倒し、このエンブリオを解放するために。契約だと？冥王からの誘いとなれば興味も湧くな。それで見返りは何だ？断りの外に存在する神々と戦う機会をくれてやる。無論貴様が食らってきた成り損ないなどではない。正真正銘この世を滑る神の眷属だ。その者どもへとつながる扉を夜が開けてやろう。どうだ？どうだだと？聞くまでもない。その誘い乗ってやる。無邪気に喜びおる、まるで子供よ。要はソチが心底気に入ったぞ。戯れのつもりが、これは思わぬ収穫であったな。よく言う。貴様最初からそのつもりで試した。だが忘れるな、イザナミ。神々と戦わせる契約だ。それまではこのアズラエル、貴様の元で働いてやる。狂犬アズラエル、どこまでも愉快な男よ。容易だろう。神殺しの片棒を喜んで担ぐというのなら、いつか褒美としてソチにも死をくれてやる。それまでその牙であまねく資格者を食らい尽くすがよい。バングとか全然使い方忘れた。何やら不穏な気配。そこのお主、拙者に何用でござる？やばい。私は素体の確認、確認。対象のアークエネミー所持を確認。称号アークエネミー砲翼烈天城を認識。戦闘モードに移行します。変態確認。戦闘モードだと？まさかお主、烈天城を狙っておるのか？アークエネミー見つけた。どういう事情があるのかは知らぬが、烈天城はイカルガの民の魂、拙者にとって命に代えても守らねばならぬものをお主に渡すわけにはいかんでござる。いいよ。じゃあ、なかなかやりおる。壊れろ、みんなみんな壊れちゃえ。なだが、やられてばかりもいられないでござるよ。おなごをいたぶるのは気が引けるでござるが、致し方あるまい。殿からの預かり物を守るためでござる。何事でござる？お取り込み中失礼するわ。ガラクタ人形が勝手に暴走しているみたいだから、
私自らアークエネミーを引き取りに来たのよ。ねえ、お主まで。バカね。たとえエンブリオが世界の様相を巻き戻してみせ、あなたの背にあるその宝翼烈天城、中に封じ込め、その国にはもう誰の魂も込められていないから。殿の魂、串灘の鎖とは一体。何であろうと関わりのないこと。たとえ誰にとってこの釘が価値なきものであったとしても、拙者にとっては唯一無二のものでござる。殿が直々に拙者に託してくだす。あら、そう。だったら仕方がないわね。焼却処分して炭の中から回収させてもらうわ。邪魔。出来の悪い人形の。アークエネミーは匂うのも。うわっ、いくら拙者といえど、そう簡単には見逃してあげないわよ。逃がさない。近くにいるでござるな。おう、ムサイヒット。お主、タオカカではないか。これは好機、タオよ。悪いやつ。そういうことなら任せるにゃす。タオの、かたじけない。よし。